打ち返した。ショートいいところに守っていた。金子誠のいいプレーが生まれました。完全に飛んだコースは加藤さんヒットゾーンかと思いましたけども、すごいところにも持ってましたね。そうでしたね。後藤のあたりも決して球足は弱くはありませんでした。悪いあたりじゃないですよ、ピッチャーの足の間抜けたんですかね。そうそうそう。